湯賀寺薬師堂湯賀寺は、山梨県笛吹市八代町長井にある寺院。現在は、臨済州高学寺派の寺院である。本尊は、薬師如来で、大善寺や長谷寺の者と共に三薬師と呼ばれた。三号は、無山。所在する、八代町長井は、甲府盆地東部、笛吹川支流の浅川線上地上に立地する。笛吹市八代町地区は、 律領政火の古代海の国では、八代軍に含まれ、古代海における政治的中心地であった。近在の笛吹市三坂町は、後期国府が、所在地と推定され、湯河寺の周辺にも上理政治割が見られる。また、古代感動の若い頃も通過している。和名類受賞によれば当地は、長江里に否定され、湯河寺の所在する長井地区は、その衣生地と見られている。 古代海では、盆地東部に有力豪族により創建された宇治寺、漢字が分布しているが、江戸後期の海の国史によれば、湯賀寺は、奈良時代の霊気元年に、無温立師による創建で、当時に出現した、薬師如来像を本尊として改装されたという。湯賀寺も笛吹市一宮町国部、東原に所在する海国分寺、国部は寺の造営を行った。 有力豪族が創建に関わった漢字と考えられている。当初の本尊であったと言われる祖像薬師三尊像が残血として伝わっている。これは7世紀後半から8世紀の寺本廃寺室土の祖像残血と同時期のものと推定され、古代界における初期仏教の仏像として注目されている。残欠の大半は東京国立博物館に所蔵されている。 甲州支援山上萩原の雲本寺などと同様に、中世に、全州寺院に改修した。湯賀寺薬師堂は、桁行島、張間三県、寄せ棟作りの仏堂で、江戸時代前期の移行。1992年には、山梨県古代館が、寺院跡詳細分布調査の一環として、山梨県埋蔵文化財センターによる、発掘調査が実施された。 調査地域は、西側休憩大地の梅畑で、赤裂遺構や、金星忍のぶぐから草分の布目瓦や、海国部二次出土のが当門用を持つ古代瓦に、類似したの木平瓦のほか、平安時代の海遊広口壺や末駅土器類などが出土している。出土遺物は、山梨県埋蔵文化財センターに所蔵されている。ありがとうございます。